皆さん、こんにちは。時刻は十二時七分を回りました。玉とニケのお時間です。MC の玉木ゆかりです。えー、この番組は、猫好きの私、玉木が、猫の可愛さについて語る番組です。えー、休日のお昼、のんびりお付き合いいただければと思います。 さて冒頭はですね毎回玉と子猫の2家の日常をを描いたララジオドラマおお送りりしております、えー、猫あるある子供あるあるなエピソードをもとに台本を起こして収録して編集まで全部一人でやっておりますのでえ私一人ではなかなかネタ切れを起こしてしまいそうなので皆さんからぜひエピソードに送っていただけると大変嬉しいです。ということで今回第23話目ということでえタイトルが「 幸せのおすそ分けということでお送りしたんですが皆様いかがだったでしょうかね船越さん <laughs> ああの。楽しく聞かせていただきまして<お>マイクでマイクで喋るのお久しぶりに、ね、あ,ありがとうございます、えー、ちょっとね、いつも聞いてますありがとうございますあのさっきねあの聞きながらちょっとねツッコミいただきましてあ確かにその通りと思ったので。<laughs> <laughs> ぜひちょっとね,そ,ねそこの話ができたらなと思ってあ,うあのー、多分そのシチュエーションの中で桜の花びらが落ちてくるんですよねそうフワフワーって散ってる状態ですね,ねでその桜の花びらをかけて、はい、多分おあのた、ー、ま<が>ちゃんが、えー、その花びらを両手で,でパチンと挟むそう挟む挟むんですよねそう挟んでるんですうん 挟はでるのは挟む音がですねどうしてもあの大人の手がパチンってやってるような感じですごく迫力があったんであのあすごいなんか迫力ある手,手のパのチンっていう音だなって聞いてたんですよ。 <laughs> で玉木さんがね、はいあの「この音って <laughs> 両手でパチンってやったんですか?」<laughs> そうなんです」ってお話をされてたんでそうななんです、ね、なんかちょっと大人の感じがしちゃったんでどうしてもそこに耳がいってしまったんですけどそうなんですそのツッコミ頂い,いて、うんはい、でその後に「もうちょっとこうしたらよかったかな?」っていうねいただきましてあの、はい、そうなんですよこれ収録する時に本当にあのセリフ言いながら「はい、待てえい!」っ ってやってたんでえええ今の迫力ですよ。迫力ですよね。<laughs> <laughs> そうあの気持ちはタマがこう、はい、パチンって,しってに行った時の気持ちのまま叩いていたので。はいはい ええー、四十一歳の大人の私が <laughs> <laughs>、教えて,ていいんですか,大丈,ですか <laughs> 大丈夫です、全然大丈夫です。あの <laughs> はい、はい、叩いた音になってしまった。四十一歳の <laughs> そ,うそ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 うなんですよ。なんでその迫力がね,、うん、力がね出てしまったんだと。何か気持ちがこもってたんでしょうか。<laughs> 気持ちがあの本当取りながら <laughs>、はい、あの体はそんなね動いちゃいけないんですけど、気持ちは。はいはい その気持ちだったので、あの手の先だったので乗っちゃいました。なるほど。そのままパチンって捕まえるぞ！いみたいな。そう。で、そこの修正はどうしたらいいのかって話をしたんですよね。そうなんですよ。そうなんですよ。そしたらね、あの二本指。そう二本指ぐらいの方が。で、そう手のひらに。ちょっとね。そう。この感じ。そうそうそうそれぐらいがいいかなって。この感じぐらいだったら。 3歳に聞こえましたかね。皆さんね。<laughs> 本当にね。なんか <laughs> っていうので、ちょっと違和感がね。確かにあのお聴きいただいた方もだいぶ強いんだな。タマみたいな。<laughs> 思われたかもしれないな、ね。ということに。思ね、はい、あの、本当率直なご意見いただけて、あの嬉しかったなと。<laughs> あ,ありがとう。ありがとうございます。す でもちっちゃい時とか遊びませんでした桜の花びらやりましたやりましたやりましたよねやっぱり一生懸命あの、うん、ひらひら落ちてくる花びらをこ、はい、捕まえる、はい、もしくは口の中であーんってやったりとかもしました<ー>私はねさすが男の子,男の子食べちゃおうみたいな <laughs> 確かにあそうですね 口は、あ、雪はやっちゃってました。雪あります。よね雪ありました。ああ、人が来みたいな。そう、桜の花びらは。そうですね。だから、なんか、こう、花びらってね、なんか、こう。その時期しかないからね、貴重じゃないですか、やっぱり。そうなんです。さっきね、あの、ちょっと、あの、桜の花びらが散る様子、どんな風に感じますって、お話してたじゃないですか。で、船越さんが、ちょっと切ないなと思いつつも。こう、ちょっと。 豪華な時間かなっていうその時しかないから豪華な時間だなっていう感じ方だったんですけど山木さんは私はですねやっぱりこう桜ってピンク色の淡いピンクの可愛いい色みをしてるじゃないですかそれがこうふわ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 風に舞ってんか長女みたいに飛んでるなっていうイメージがあったので飛んでるかそそそううう可愛いな っていう印象でちょっとしあピンク色って幸せなイメージもあるのでラジオドラマ最後にお母さんが「幸せのお裾分けありがとう」って言ってこう花びらを取ってあげるっていうのは、うんはい、私の感覚なんですよ。 ああ、なるほど。だから、よくあの花びら散ってる時、散歩してると花びら頭につけて。る方、いらっしゃるじゃないですか。はい、可愛らしいですね。幸せだなと思って、幸せの裾分けだなと思って。なるほど。見てたんですよ。幸せにつながるわけですね。そっか、人それぞれですね。でも、そう、時のね、感情って。そうですよね。だから。 ね、切なくも感じるしでも船越さんの豪華な時間って本当に365日中の多分1週間ぐらいしかないじゃないですか。そうで,すよ、ね、で散る時間って多分2日3日とかだからすごくなんかその時間に巡り会えてよかったなっていう感じが。って、うん、思うとなんかまだちょっとだけ残ってる 桜散、うん、ってる様を見てきたら、うん、なんて素敵な時間なんだろうって思えるなと思ってます。 ぜひ皆さんもちょっとね豪華な時間だなって思いながらお散歩してみるとね,ねまた違った気持ちになれるんじゃないかなと思います、うん、ありがとうございますありがとうございますはいえー、それではここでね一曲お送りしたいと思いますあのすっごい可愛い歌を見つけましたのでお聴きくださいえー、みんなの歌で流れておりました森楓さんで猫の兵士が行く うちの猫は決して笑ったり泣いたりしないいつも思考中だミゲルでうなむうのさてここからは晴山陽一先生が書かれた幸せを語る猫学び癒され試される猫の哲学から毎月一つ猫たちが教えてくれる言葉の贈り物をご紹介していこうと思います、えー、今日の贈り物は うちの猫は決して笑ったり泣いたりしない。いつも思考中だ。うん、思考中。いつも考えてるのかな。なんかですね。あの今回私珍しくあんまり共感が <laughs> できなかったんですよね。私が昔飼ってたあのシロくんというあの猫オスの子だったんですけども。 そう、感情表現は豊かでこう見てて伝わってくるなって思ってて、あの猫、ね、表情結構ありますよね。やっぱりこう1番ね。分かりやすいのは眠そうだな。とか、あとこう。何かを捕まえようとこう狩りするぞ。みたいなワク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 っていうこう。今から行くぜみたいな顔とか。あとちょっと怖がってる。ビビってる顔とか。 あとななんかか怒ってるなとかあとあ楽しい顔あとびっくりしてる顔も分かりやすいと思うしあとは急に無になるなっていうなんか何もないすんっていう顔になったりする時もあるので本当にあの感情表現豊かだなって思って見てるしちょっと筋肉ちょっと動くんで。 結構わかるんじゃないかなと思ったんですけどあのこちらの言葉をおっしゃったミゲルデ・ウナムーノさんがスペインの哲学者の方らしくってあの私とは何者であるか死後の私はどうなるのかという2点に強い関心を持ってあのいらっしゃった方ということをちょっと調べたら出てきてもしかしてこう,うちの猫って言ってるのでこうペットと飼い主はね似るってよく言うじゃないですか。だからこの ミゲルさんの猫ちゃんもきっと飼い主の哲学者というくらいだからこう落ち着いたね静かなもの静かな方だったかもしれないのでその飼い主にお互い似てきちゃったかもしれないなってちょっと思いましたうちはビビななところはほんとねうちの子そっっっくりだったなって思います <laughs> 皆さんのおうちの猫ちゃんいかがでしょうか自分と寝ていら似て似ますか 似てたらちょっと嬉しくなりますよね、えー、さて針山一先生の書かれた著書幸せを語る猫学び癒され試される猫の哲学は、えー、青春出版から発売されています、えー、ぜひ猫からの言葉の起こり物を受け取ってみてください、えー、それでは一曲お聴きくださいバーンアウトシンドロームズで我が輩は猫である この番組は夢が目標に変わる場所大森動画工房の提供でお送りしましたということで玉、えー、と日経いかがだったでしょうかいや本当音響に関してはですねいろ,いろ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 試行錯誤しながら自分で作れる音は自分で作ったりもしてみているのでこの後も試行錯誤していきたいなと思いますもしかすると困ったら船恋さんに相談するかもしれませんあぜひぜひ <laughs> ぜひお願いいたします。<laughs> やっぱね、あの参加もしますよ。<れ>もしもしよかったら。本当ですか？はい、やったー。じゃあいつの日かここで生ラジオドラマ。<laughs> 生ラジオドラマ。おなるほど。やれたら面白いかなって思いました。はい。じゃあなんか記念日っていうかそのね、うん、その何回目とかあるじゃないですか。<laughs> 例えば、二十五回目とか。<laughs> ちょうど、あの、来月二十四回目なんですよ、はあはあ、たまにけのラジオドラマが。ああな,るなるほど、なるほど。あれ、<laughs> あれ、あれ、二十四回、ちょっと、ちょっと中途半端。じゃ、二十五回目で。回目でちょっと考えてもいいですか。<laughs> 緊張するけど。<laughs> <laughs> <laughs> はい、もしかすると、ありがとうございます。<ひ>嬉しい。はい、生の時はぜひ皆さんも温かい目で見ていただけると。嬉しいと思います。多めによろしくお願いします。<laughs> ありがとうございます。ということで、あの番組では、皆さんから猫と子供にまつわるほのぼのエピソード感想をお待ちしております。F. M. サルースのホームページにあるメッセージリクエストをクリックして。番組名はたまとにけのを選んで、お送りください。え、皆さんからのお便り、お待ちしております。次回の放送は。 5月18日土曜日の12時にまたお会いしましょうそれではこの後も素敵な午後お過ごしくださいバイバーイ